おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日は皆様に大切なお知らせです。フォルテの熱情ムキムキホットコンサートツアーの開催の見送りが決定いたしました。中止ということです。まあ、あまり中止という言葉を使いたくなかったので見送りっていう形にさせてください。1年ぶりのコンサートツアーということで開催を進めていたのですが、緊急事態宣言の発令もあり、僕のコンサートは全国各地から来てくださるっていうこともあったので、中止の決断をいたしました。まあその県内の方もいらっしゃれば全国から来るっていうことで、どちらの方もやっぱ不安が今回の発令によって出たと思います。というわけですので、まあ僕は開催を協議した上で見送ることの決断となりました。1月23日福岡公演、1月31日岡山公演っていうコンサートは、もうチケットを販売してたのですが、購入された方は払い戻しをお願いいたします。お手数ですが、まあね、すいませんがよろしくお願いいたします。で、2月からの東京と名古屋と、そして4月の大阪公演についてもちょっとね、今の状態では今月末からチケット販売が開始だったのですが、東京と名古屋公演です、そちらも難しいと判断したため、チケット販売をせずコンサートの開催を見送る形となりました。大阪公演も、まあ、今の状態だとどうなるかわからないので、見送る形となりました。コンサートを企画した時には少しね、コンサートとか、まあ、世の中が復活してた時だったので、まあ、僕も開催を進めようと進んでいたのですが、まあ、やっぱ突如コロナ感染者の方の増加とか、そして緊急事態宣言の発令とか、まあ、もっともっと今後世の中がどうなるかわからないなと判断したため、このような形となってしまいました。予定を組んでコンサートを来ようとしてくださった方、応援してくれてた方、そしてね、もう今月のチケットを発見してて楽しみにしてた方、本当にね申し訳ございません。チケットをね、購入するためにわざわざね、仕事の予定をずらしたりとか、皆様の予定をずらしたりとか、そしてコンサートの日程ももう合わせてくださったりとかした方、たくさんいらっしゃると思います。というわけですが、やはり、難しいなと、まあ、今回の発令に伴い判断したため、これは協議した結果です。というわけですので、皆さんよろしくお願いいたします。まあ、今後ももしかしたらまた落ち着いたら少しずつですが企画とかをね、コンサートとかをまたしていきたいなと思っているのですが、今の状態ではちょっと進めることが難しいので、まあちょっと YouTube で皆さんお会いできたらなと思います。まあ、僕の生音をいつか皆様にね届けて、前回のツアーも中止にしてしまったので、いつか必ずこそまたいつか届けたいなと思ってますので、その時をね楽しみにしていただけたらなと思います。というわけでね、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。というわけで、バイバイ。